馬竹春、五栄家夫婦1994年撮影馬竹春は、呉式太局拳三代目の代表人物の一人、二代目呉れ観戦の弟子であり、1930年、呉れ観戦の長女呉映画と結婚し、呉れ観戦の婿でもある、満州族出身。馬竹春は、北京共和学院を卒業後、北京共和院に就職。青年時代武術がし、 クレ対局剣創始者である、小明泉家と何世代の信仰があるため、クレカンンから武術には、戦一が重要で、もし現在習っている武術を諦めて、私に従われば、私の技を教えてあげると勧められた。そのきっかけで、クレカンンのもとで、対局拳を専攻し始めた。1928年、上海中山絵学院、 ガントミケ委員長の要請で馬竹張は上海に移住し、上海中山委員に転職した。同時キクレ感染が上海で太局拳の伝授を始めたため、馬竹張も太局拳の教学に協力していた。生涯70年間余りの太局拳教学の中で、上海間泉太局拳社副社長、社長を歴任。日中戦争時、 王政へ政府の重要職に任命されたが、それを断るために、上海から四川へ亡命した。その後四川、後世などの省で、対極拳の伝授を行った。高齢になった後でも、馬竹張は,は、対極拳の驚愕、普及に続けて力を注いだ。80代の頃、呉式対極拳を世界に広げるために遠いドイツまで、赴いた。その五サイクレ映画とともに、 ニュージーランド、オーストラリアを訪問した。ありがとうございます。